あら、切れちゃったか。じゃあ、作りましょうかね。荷物はこんな感じです。積み込み OK でございます。冷蔵庫積み込み OK です。鹿児島北ふ頭からお届けしております。あちらが桜島フェリーでございます。こんにちは。いよいよ日本一周スタートいたします。ある程度九州は回ったので、まず岡山に行きまして、四国を回って広島、山口、鳥取、島根と行きたいと思います。日本一周に行きます。鹿児島にようこそ。よし、行くぞ。鳩たちも僕らの、 シャチハクの旅が始まったんだけど、日本一周、はい、本当リアルな感じをね、うん、こうしっかりカメラに収めてお届けしようかなと思ってますね、うん、はい。なので今日も、どこに泊まるとか分かんないけど、そうだね、とりあえず行けるところまで行くという感じ で、うん、でそろそろちょっとどっか探さんと危ないんじゃないみたいな感じで ね、ちょっと探して行こうかな。 あとちょっと途中で眠たくなったらちょっと寝たりね、寝ないといけない、うん、危ないからね、ね、うん、ここが道の駅阿久根です。近くに海があります。くまモンポート八代に行きましょうか。はい、モートに入りました。水俣でございます。3時、やばい、お腹いっぱいだったから寝た。あっち、何気にあのセメントのとこに見える、ほらセメント登っとる。夢松さん、うん、これでいい？うん、醤油ラーメンで。じゃあこれにしましょう。うん。え、待って。何？でもこちらの方が安いわ。このネギ半額？うん、50円だから。行きましょう。じゃあこれ。買いましたー。よし。じゃあガソリン入れに行きますか。めちゃくちゃ良かったね。安かった、160円だったもん。え、いいね、やっぱりうさみさん見つけてこのアプリで入れていくのがなかなかいいね。ポイントも貯まるしね。ねえ、夕日を見に行こうぜ、行こうぜ。ここ、ここか、ここ、ここでいいんじゃない。あ、ここでいいか。違うの、まだ先、本当はね、まだ、もう沈みそうじゃないっけ。そうね。あら、消えちゃったか。間に合わなかったね。間に合わなかった。
出てこないかな、もう。綺麗だった。海なんだね。ねえ、一瞬だけ車の中から見えたけどね。一応行ってみようか。うん、行ってみる。ナルシストの丘ね、うん、ちょっとどこ来ないなんだよね。でも風景めっちゃ綺麗だよね。めちゃくちゃ綺麗。ね、海が沈んでいくんだ。ね、そこ海でね。海だよね。夕日や。ね、うん、名残だね。上がってくる箇所あるね。うん、すごい。行きますか。仕方。でも綺麗だったからいいや。綺麗だったね。うん。何パーぐらいある？な、うん、96、95。あらす。よ。ニンニクオリーブオイルは合う。合う。ネギに合う。磨いてきて、はい、お化粧も落として、はい、寝る感じですかね。はい、初日なんかあまり今までと変わらなかったけど、うん、でもやっぱりバッテリーが、そうね、足りなくなったね。ちょっとどうなるかね。うん、また工夫していろいろ考えて。そうだね、節約の方法とかまだいっぱいあるからだよね。うん、工夫してやっていこうかなと思う。ありました。はい。じゃあ、おやすみなさーい。おやすみなさーい。おやすみ。おやすみなさーい。
おはようございます。おはようございます。横になってすみません。あざす。今日曇りだね。曇り。充電できるかしら。ちょっとどうなんだろうね。あの昨日充電ね、あの編集とかしてたらもうどっちもゼロパー。やばいよね。ちょっと本当快活クラブさんでちょっとシャワー浴びながら、ちょっと何充電させてもらいいので、俺そこで編集しようかな。Wi-Fi があるしね。で1時間ぐらいだったらさ、もうお仕事みたいな感じでさ、快活クラブを使うっていうのは、あの車中泊 YouTuber さんに教えていただいた、あ本当に、ことなんだけどね。初めての日本一周のよ、あの何寝る、めっちゃ熟睡できた俺。そう、めっちゃ寝た。よかったね。それ大事なことだからね。で気がついてさ、朝もうめっちゃ寝てパッて目が覚めて、パッて外見たらさ、朝日はさ、3分ぐらいだけ出てて、なんか見ることできたもん。へえ、すごかった。びっくり、ね、この車の中、ね、からねパッて覗いたら見えたもん。そう、よかったね。よかった。てか、すっごい涼しくなかった。涼しかった。快適だったよね。快適だった。ほとんど全開。汗もかかなかったしね。ほとんど全開だったしね、車。全ドア全開でした。中も、横にね、あの、キャンパーさんがおられたし。そうね。安心してね。ね、ここ。治安もいいしね、すっごいね、この辺ね。静かでね。静かでいいとこだったもんね。まいね。おかげ向かって出発します。よいしょ。じゃあ行きますか。山口県に向けて走っております。山口県というか、岡山県に向けて走っております。今日はもうただひたすら移動ですな。そうですね、はい、とお風呂とね、ちょっとめっちゃ汗臭いよ俺、昨日お風呂入ってない。いろいろ教えてくださる方がいるとありがたいことだよ、ね、ほんとほんと。ケガツラウさんも使ったりするんですよってね、あの教えてくださったのもね、車中泊キャンパーさんだったわけ。勉強になります。早速今日使うことになります、ね、はい、教えていただくことを実践させてもらいます。ありがとうございます。